これ、あ、噛んだ。ちょちょちょ、見ながら、これ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 。スペースモンキーズ TV 後半戦ですね。前半戦はですね、皆川くん1本、マソさん1本、先生が130オーバー、そして僕が2本か、2本ですね。で100センチオーバー1本釣ってます。後半はですね、たけるくんが釣れるように願っていこうと思います。頑張ります。それではレッツゴー。しゃくっておりますがね、みんな周りもね、船団ができている状況ですね。すごいですね。ここはね、今ねタチウオのね穴場になってるみたいですね。さあしゃく、あ、そうか、今度切れたから右巻きになったんだね。両方巻ける？いや、どっちかというと左しか。なるほどね、はい、でもちょっと疲れた。あ、今左やってもらってます。ありがたい。でもちょっと左疲れてたから右でも、まあありちゃうですね、うん、あり、気持ちよく負けるんじゃないかな。ただ慣れてない分、左手が右負けだと左手がやばいです。なるほどね、今度逆がね、はい、まあでもそのペースが逆に当たりかもしれないから頑張りましょう。なんか皆川くん結構かけてるけど、結局何匹取ったの？2匹。でも4くらいかけてるよね、そうしたら合計で。おお、なかなかいい超過。なかなかいい超過、はい、今ちょうどね、潮が動き出してみたいなんで、これが良くなるか悪くなるかはもう超過次第。釣れ始めたらいいんだと思う、はい、釣れなかったら今日はもう納めかな。ですね。さあ頑張って。難しい時間が流れております。痛い。難しいです。なかなかね、一時はラッシュがポンポンってきたんですけどね、はい、今止まっていますね。飯食った方がいいのかな。飯食ってると釣れる説があるね、なんか今回ね。誰かが飯食ってると釣れる説。確かにもう俺、もう飯終わっちゃったよ。もう終わっちゃった。もうチョコないっすか？もうなくなりました、チョコ。あー、だから釣れねえのかもしんねえな。スリッカーズ、カロリーイメージです。あ、ほんと、間違えた。さあ、先生がですね、ドラゴン2本目を釣りました。その重さを今計測したいと思います。これ2匹目のやつですよね。2匹目です。2匹目のは太くですか？尻尾が切れてるんですよね。ああ、なるほど、長さはね。さあ、ちなみに重さはいかほどか。1.1です。1.1、はい、ちなみにさっきのは1.5でした。ああ、さっきの方が重い。でもなんかこっちの方が太く感じますね。うん、でもファイトしてて、やっぱ1匹目の方が重さはあった感じですね。さあ、ボートを入れ替えて皆川第1投目行きます。割と皆川くんかけてる方だよね。そうですよね、うん、釣れてね。1投目重要ですよ。釣れてね。私を横目に飯食ってる。僕たちはもう疲れてる。腕パンパンっすよ。釣れてねえくせに。そうです。釣れてねえくせに疲れてる。釣れてねえくせに腕パンパン。サバ引っ掛けたぐらいです。ある意味すごいけどね。確かに、はい。さあ、楽しんでいきましょう。第2ラウンド、誰もまだ釣れてません。釣れてません。今日は一緒なんだけど、55でもそこに着きます。バレ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 でしたよ。期待を持たせてしまった。食ったり飲んだりが忙しいぜ。来た。お、マジか。またカメラが向いてない時に。お、でかくないか？結構大きめですね。割といい木じゃないか？めっちゃ低いよ。また乗り込まれてるぞ。マジか？おお、でかそうだよ。もうでかい、マジで。でかい？さっきより全然違う。全然違うっすよ。頼むよ、頼むよ、頼むよ。立ちようか、本当に。ひらまさか？あー、でかい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 、長い。おー、おいおいおい、やるね。たけるさんの分釣れました。おー、言うね。ごっさん、ごっさんです。おい、準レギュラーからレギュラー、これ、これちょ、なんだ、昇格、昇格。いや、また釣ったね。釣りましたよ、たけるさんの分を。おめでとう、ごっさんです。これ、こんだけ十分ですか？まだ足りん。もう何匹か、もう何匹か釣ってくれたら、うちのおかずが賑わう。了解です。シャープにはね、たけるくんがまだ釣ってないんでね。
タケル君に釣ってもらいたいと思います。僕はね、まあ2匹釣れたらいいですけど、1匹でも割と満足してる。なるほど。ただ1人でさばいて食べるとするじゃないですか、多分2匹食べたら僕はもう一生分もう食わなくていいかなって思っちゃいそうな気がするから今食いましたよね。ボール？いや巻いてる途中。あ、本当に。カッ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 。いやなんか紙のと思ったんですよ。こう噛んで。噛んで上に上がったんじゃない？ってことですかね。ね。わあ、いいカメラマンがいた。ついに来たね。これはやっぱり漁の体だ。行っちゃうのか。でもなんかそんなになんか抵抗感ないねなんか。おお。上がってきた。危ない危ない危ない。ちょ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 。見てないからほら。完全に軽すぎて、はい、やめかしましたー。やめかしましたね。タケルさんヒット。いいよ。あ、今度は取るよ。あと2にこう楽しい展開だよ。本当だよ。これでちゃんと釣り上げたら帰りの車の中すごく安心して帰れるよ。で、釣り上がったらちょっと気まずいよ。ゆっくりやってね、ゆっくりね。次こそはさっきとなんか結構なんか巻いてる感じがなんかそんなの重くなさそうだけど、どうなんだ。見てほしいよ。おお、しっかり。ね、やったで。今日の食料や。タケル、やったで。やったー。やるしー。ルアーなんすか。ルアーは、皆川ルアーでーす。やっぱりこのカラーっすね。メタルフリッカーだね。メタルフリッカーです。バイラバイラだな。バイラバイラのホース。イエーイ。おめでとうございます。来た来た、あざーす。やっと。みんな釣れたね。釣れました。みんな釣れたね。イエーイ。ただ俺とマスオさんは当たりを忘れているよ、本当に。もうね、とっくの昔って感じ。本当に忘れちゃった。あっちもこっちもしゃくりん、こっちもこっちでしゃくりん、しゃくれ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 高収入。来た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 。お、ダブルヒット。でかいんか。でかいそうです。でかそうだね。でかいそうです。でかいそうみたいな。笑ってるな。でかいそうみたいな。見えたよ。でかいそう。皆川でかいそうですか。おい、ちょい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 、いい魚、こっちに飛んできたよ。やはー。はい、2匹目ゲット。すごい。あ、すごい、トゥルントゥルンだね。みんなのシャクルスピードがマスオさんが釣れた瞬間に速くなっている。日で終わるそうなので、あと5分ちょいちょい、この場所で探す時間もないからこのまま終わらしちゃいます。ラストスパート頑張ってください。任せてください。どうした。俺だ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 俺が来た。最後に持ってくる。きっと俺だ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 。でもね、これそんなにでかくないかも。巻き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 。お、向こうも来てる。おお、待って。やっぱ連発で当たるときは連発しますな。上げますよ、上げますよ。おー、オッケー。ありがとうございます。あ、噛んだ。ちょ、見ながら、これ噛んだよ。ガブッとキャッチ。オーケー。最後に取ったぜ。ドラマ魚。こいつが今日ね、タチウオの釣りで使ったメタルフリッカーというジグです。釣り終わった後にはね、こういってね、歯型のね、跡がめちゃくちゃ残ってます。今日のヒットルアーはもう金赤とかそんな感じでしたね。そうですね。お疲れ様でした。みなわくんもお疲れ様です。マスオさんもお疲れ様です。ちょっとね、チョーカーの方を見ていきたいと思います。ディディーン。おお、大量。初めてにしちゃいいんじゃないでしょうか。もう今回のタチウオジギンが大成功だったと思います。ということで、ゲストに来ていただきました。マスオさん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ということで、以上タチウオ初めてのジギングでした。バイバーイ。それでは釣り先生、今日のタチウオの釣りを一言お
格言でまとめてください。はい、クーラーボックスが小さいと太刀魚が曲がってこう。ああ。